はい、お疲れ様です。オーダーした不次元エキスパート OS EOS の進捗画像の第1弾が送られてきましたので、それの紹介をしたいと思います。で、まあ、説明しますと、私はあの不次元さんでギターのセミオーダーをしまして、で不次元さんのオーダーっていうのはウェブオーダーシステムっていう、ネットでオーダーして工場から直接届くっていうサービスと、あとあの不次元カスタムハウスさんという池袋にあるお店で、そのお店経由で申し込むっていう2つの方法でオーダーすることができます。でウェブオーダーの場合は本当にウェブでバーっと選んで注文っていうシンプルな感じになってしまうんですけど、まあ、もうちょっと相談したいとか、あとはパーツを少しこう他のに変えてほしいとかっていう要望があった場合は、それができるのが不次元カスタムハウスさんだってことなんですよね。なので私はちょっといろいろ相談したいこともあったので、不次元カスタムハウスさん経由で申し込みをしてみました。で、まあ、4月8日に申し込みをしたんですけど、4月21日に1回目の進捗画像が届きました。約2週間ぐらいですね。で、どんな感じで進捗画像届くのかなと思ったんですけど、まあ、カスタムハウス経由でオーダーした場合は、店舗の方からメールで進捗を送られてきました。で、すごくまあ丁寧なメールの文面と、今の何をしているかっていう説明と、あと画像が送られてきましたね。で、まあ、その画像を紹介する前に、ちょっと前回の画像をもう一回おさらいでやっていこうと思います。はい、まあ送られてきた画像ですね。これ、まあ今回私がオーダーしたエキスパート OS っていう、まあ、ストラットタイプのギターなんですけど、まあ、メイプルトップマホガニーバックでメイプルネックのギターをオーダーしました。で、まあちょっとこの材が少し今回特殊になってまして、普通にあのオーダーするとメイプルトップの場合はフレームメイプルかキルトメイプルっていう2パターンしか選べないんですけど、まあ、今回ちょっと私がですね、木目にちょっとこだわりというか木目が好きなので、まあなんですかね、キルト、最初キルト希望してて、キルトよりも少し派手じゃないメイプルトップないですかと、まあ希望とすればキルトとフレームの間くらいの木目ないですかみたいな話をしたんですけど、まあ、それで提案していただいたのがこのボディになってまして、まあ、これがエキゾチックメイプルオプションというオプションを使用しました。でエキゾチックメイプルオプションが何かというと、あの普通のメイプル、まあ、不次元さんは結構厳格な基準で社内のフレームメイプルの基準とかキルトメイプルの基準というのがありまして、まあ、そのどちらでもないようなメイプルトップのものに関してはその段階で弾いてエキゾチックメイプルのオプション材としてストックしてるんですね。で、まあその材が運よく今回一つ余ってたということで、私はこちらを選ばせてもらいました。で通常のフレームとかキルト選んだ方っていうのは第1回の進捗画像で初めてボディの画像がわかるんですけど、このエキゾチックメイプルオプションを頼んだ今回の私に関しては、まあ、事前にこの画像を送っていただきまして、まあ、こんなエキゾチック材があるんですけどいかがですかというふうに、まあ、ご提案いただけましたので、まあ、この画像で、ね、一目惚れをして注文したという次第になります。はい、まあ、こんな感じの画像ですね。はい、では今回送られてきた第1回進捗画像を見ていこうと思います。で、まあ、最初はあのメールと一緒に画像送られてきたんですけど、メールはどんな文面だったかというと、まあ、ネックの選定とあと木工の粗加工が完了しましたっていうので、まあ、ご連絡させていただきますっていう内容でしたね。で、まあ、画像を見てみます。はい、こんな感じです。で、まあ、粗加工多分細かい仕上げしたんでしょうけど、まあ、こんな感じですと、ちょっと白飛びもしてて木目がちょっと分かりづらくなってるんですけど、まあ、相変わらず綺麗な特殊な木目というか、ちょっと全体像が分かんないんですけど、まあ、この辺がコンターのあたりがちょっとこれ木目あるのかなと思うんですけど、多分まあ塗装されたらすごく綺麗な木目にはなるんじゃないかと思ってます。こんな感じですね。はい、で個人的にこの状態の好きな部分っていうのがこの辺とかなんですよ。このマホガニのバック材とメイプルのトップ材が貼り合わせられてるこの断面、断面見るのが個人的に結構好きで、ギター分解したりしたらよく見てるんですけど、 PRS とかってすごいメイプルのトップが厚いので、このピックアップの下までメイプルだったりするんですよ。もうちょっと驚くんですけどね。この EOS は 4mm とか 5mm ぐらいなんですかね。まあこんな感じでメイプルがトップに貼り付けられています。はい、でトップの画像はこの3枚ですね。楽しみです。はい、でバックです。マホガニーバックですね。2ピースか3ピースっていう話なんですけど、ちょっといまいちですね、これどこが貼り合わせてるのか分かんないんですよね、私は。これ、ここ
ここは一個分かれてて、ここもなんですかね。でもここは自然に見えるんで、ちょっと分かんないですけど、まあ綺麗に貼られてるなという印象ですね。で、マホガニーのこれがバック材の画像が3枚届きました。はい。で、次ですね。肝心なネック材です。このネック材に関しては私も今回初めて見るので、どんなものでしょうかということで。はい。こんな感じです。ちょっとですね。わかりにくいですよね。まあでも、指板の部分、ちょっと個人的に気にしてたのはこの指板の部分がどんなもんかなと思ってるんですよね。やっぱり、マサメの綺麗な場所から切り出した、このメープルの指板って、すごいなんかチラチラして綺麗というかっていう感じなんですけど、多分そんな状態だと思いますね。すごく綺麗な芝になっていると思います。あとはヘッドですね。この私がこのネック材を指定するときに、なるべくマサメの中でも綺麗な木目が通っているのにしてくださいっていうオーダーをしてみたんですけど、まあ、パッと見たところかなりこのヘッドに通っている木目も綺麗なんじゃないかと思います。はい。で、ネックエンドからの写真、これいい写真ですよね。この縦に通ってるフレットに対して垂直に通ってるこの木目がマサメっていう、まあ、照明になるんですけど、なんですかね、安いネックっていうのも失礼ですけど、安めのギターとかのネックっていうのはだいたい横に通って、さらにこう横にうねりながら通ってたりするっていうネックが、まあ、通常使われるんですよね。どうしてもコストの問題で仕方ないんですけど、で、まあ、そういうネックではなく藤原さんはマサメを選んでますと。で、このオーダーの場合はよりいいマサメを選んでますっていうことが、まあ、特徴のようですね。やっぱかなり綺麗に通っていると思います。次ですね、ヘッドですね。これもちょっと細かく画像は見えないんですけど、まあ綺麗な線というのが分かりますね。綺麗な線は、まあ、なんかやっぱりこうパッと手に取った時に木目が規則正しいとテンションも上がらないですかね。私はテンションが上がると思うので、マサメ材っていうのはすごくいいなと思ってます。はい。ネックの裏からですね、はい、こんな感じでまっすぐやっぱり木目が通ってますね。いいネックになってそうですね。で、ネックエンドの裏側からですね、なんか書いてあります。 EOSMU02 エキスパート OS のメイプルネック、メイプルの U ですね、U シェイプのネックで、02はよくわかんないですね。2009ですか、これもしかして2009年製なんですかね。2009年製、13年前のネック、13年も寝かされたネックすごいですね。すごく寝かされて安定したネックなんじゃないかと、まあ、2009年だとしたらですね、思います。で、この250から350R っていうのは R ですね。このコンパウンドラディアスの、まあ、こうなってます。そうですね、ヘッドの方の指板はかなり丸みを帯びてて、ハイフレットになればなるほど平らになっていくっていう、まあ R が変わっていくのがコンパウンドラディアスです。あとは CFS サークルフレッティングシステムですね。藤原さんこだわりのフレットがちょっと曲がってるってやつですね。はい。で、こっちから見るこのマサメのネックエンドもすごく美しいですね。はい。で、次の画像が最後ですね。ヘッドの方からの画像です。まあ綺麗なネックですね。なんかあの聞く話によると、 PRS のマホガニネックとかも、まあ、必ずマサメ使ってるとかいうことも言われてるんですけど、ちょっとマホガニだとちょっと分かりづらいんですよね、マサメが。まあメイプルネックのマサメはすごく分かりやすいので、こんな綺麗なマサメのメイプルのネックを今まで使ったことがないので、まあ、どんな音になるのでしょうかと。まあ多分硬そうなイメージとか、しっかりした音が出るイメージなんですけど、まあ多分そんな音がなってくるんじゃないかと思ってます。はい。まあ、こんな画像が届きましたね。全部で初回の第1回進捗は12枚の画像を送っていただきました。で、まあ、この後ですね、細かな木工の仕上げと、あと塗装工程に入るっていうことでした。まあ、本当にね、塗装入っちゃったらもう一瞬で出来上がっちゃうようなイメージですけど、まあ、このね、何ですかね、このナチュラルな状態のギターの木目ってすごく素敵ですよね。なんかもう、まあ、よく言えばもう本当このまんまでもいいぐらいなんですよね。もうなんか全部オイルフィニッシュぐらいで完成させてほしいと思っちゃうぐらい木目が好きなんですけど、まあそうするとちょっとはですね、保存とかいろいろ大変そうなので、まあ、塗装はしてもらえますが、まあ、こういうね、普段見れないような画像が見れるっていうのもオーダーの醍醐味だと思いますので、まあ、今ねオーダーをこう検討されている方はこんなことも楽しみにしながら待つこともできるので、オーダーはとてもおすすめですということで
まあ、第1回の進捗ですね。こんな感じで、丁寧なメールとともに写真が送れてきましたという報告になります。はい。じゃあまた次のね、メールと写真が届きましたら動画更新しようと思いますので、まあ、一部の方楽しみにしていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。